どうもプロタンです。いやおいやだからコメントでさ、やっぱ書きすぎ、俺ねもう意識しちゃってるからマジで俺最初意識してなかったのに、なんかやたらヤッホーについて最近多くて、もう意識しちゃってる、もう受け狙いに行っちゃってる、もう定まらなくなっちゃった最終的に、ということでですね、今日今喉がもう朝起きたばっかなんです。朝の今9時半ぐらいでして、それで今カレーを作ろうかなと思いまして、まあ、今じゃないな、昨日から考えたんですけど、で今日はですね、ただカレーを作るだけじゃつまらないと。そして僕今まで散々ゲテモノ料理とかワニとかさ、いろんなケーキとか作ってきたけど、僕カレー作ったことないですよ、マジで。全部レトルトでやってきたんで、初めてねこれ買ってきました。じゃーん、業務スーパーで買ってきたんですけど、カレー、この汁じゃないやつ、そのクッキーのやつ、クッキー型のカレーを、ね、初めて買ってきまして、買ってきましたよ、この超巨大な肉、肉カレー、豚肉のバラブロック、やばくないこれ、本当に。あの世界にあるさ、なんだっけ、パニックロックみたいな、まあいいや、もちろんベンチプレス台までようこそ。はい、よく皆さんベンチプレス台の意味分かってないと思うけど、これベンチプレス台なんだよね置くとこがなくて、一応言っときます。じゃあ玉ねぎをまずね切っていきたいと思いますね。これいつの玉ねぎやったかな、たまたま冷蔵庫見たら入っててさ、あるよね。うわめんどくせえこれ剥くの、あやばいこれ腐ってる。いやでもまあ玉ねぎってちょっと腐ってた方がいいって言うもんね、なんかどっかで聞いたことがあるんで。はい、今玉ねぎの皮剥きまして、こんな感じになりました。でこれをみじん切りにしていきたいと思います。まず鮮度にしていきますね、包丁を。よし、鮮度になった。よし、切り味抜群。よし、うわやばい、ケツかゆい、あケツじゃねえよ、目が痛い。うわもう最悪これ、やっぱり玉ねぎやばいっす。玉ねぎみじん切りにしまして、まあこんな感じになったんで、これを電子レンジで茹でていきたいと思いますね。はい、とりあえず玉ねぎ全部入れまして、鍋にで、ちょっとね醤油だけで味付けしていきたいと思います。あーうまそうだね。はい、そして今玉ねぎをグツグツしてる最中にご飯が炊き終わりましたんで、まあ今日カレーなんでね、こちらに乗せていきたいと思います。感じでね盛り付けしまして、あーいいっすね。でちょっとちゃんと炊けてるかね味見したいと思います。ご飯、うんうん、カピカピでいい感じ。はい、そしてとうとうメインディッシュのこちら、じゃーん、日替わりサービス豚肉バラブロック、でかすぎなんだけど、やべえやばいぞこれ。なんかそのね、音楽であるもんね、このなんだっけ、アコーディオンみたいな感じで、すーごいですこれ。これで1000円だからね、1180円だから安すぎ。わろた、見てくださいこれ、長野の志賀高原みたいなスキー場みたいになってるもん、すごい、やばい。でこれに塩コショウを入れまして、はい、まあこれで炊飯器入れましたんで、あとは閉めて炊飯、よし、オッケー。大事件、玉ねぎ茹ですぎてて鍋がめっちゃ焦げてるんですよ。でちょっと、まあ、炊飯器で今肉炊いてる最中なんですけど、まあ、これ入れていきたいと思います。でどれぐらい使うんだこれ、材料、業務カレー1箱、あ10皿分か、あー分かんない、うん、うん、
肉、お好み焼きで、ね、鍋で使いサラダよく炒めます。水を加え沸騰したらコートリー材料が焼くまで弱火中あんねんもいいや入れていきたいと思います。この中にそして水入れて煮詰めていきます。はい、あれから15分ぐらい茹でましてゆっくりじっくりコトコト、すーげえマジでカレーっぽくなってきた。あ、こうやってカレーって作られんのね。玉ねぎしか入ってないですけどすーげえうまそう。はい、やってきました。もうね、肉ができる前にもうお腹ペコペコペコリンジョになっちゃったんで、うわ、すーごい美味しそう。見てください、じゃーん、やばいっしょこの玉ねぎのオンパレード、そしてこのねっちょり感、そしてこの鍋に入ってるまた感じがね、なんか高原のアルプスでさ作る おばちゃんのお母さんのなんか鍋みたいな感じで、何て言うのかな、あのこんな感じで、僕ね結構ご飯汚したくないタイプで、あのやっぱ分けて食いたいんですよね。でもまあ今回はまあ一気に後でかけちゃいますけど、まずはちょっと汚したくないんで、ではいただきたいと思います。初めて作った自分で一から、よし、熱いな、うまっすぎる、やばい、めっちゃうまい。ちょっともうあと一口いただきます。めちゃめちゃいい匂いがしております。はい、目線どこだよ。はい、炊けました。もうね、豚肉の脂の匂いがね満パンですよ。もう満パン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 スって感じで、じゃあいきます、オープンザ。うわー、ジュージュー言ってるよ。すっごいね。何これ、やば、豚の角煮みたいな、うまそう。全部入れていきますよ。うーわ、やばいやばい、落ち着け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 、やばいやばい、完成が間に合わない。あの想像以上にうまそうだね、やばい、腹減った。はい、ローアングルからこんにちはということでできました。見てください、じゃーん。やばいぞ、何これ、ゾイドみたいじゃん、なんか知んないけど、やばいね、もう香りが半端ない。総重量5キロぐらいありますよ。うーわ、やーべー、ちょっとサムネ用に撮ります、サムネ用に。はい、ではね食べてみたいと思います。もうね、総重量がねリアルに4キロぐらいある。ちょっと待って、5キロある、5キロ。5キロありますね。じゃあちょっとまずはこのカレーいただきます。普通にマジ最高。うわ、でもうまくできてる、うまくできてる。いただきます。やーべー、うまっ、うまっ、半端ない。うん、汚いけど手でいっちゃおうかな。うますぎる。最高なんだけど、このね、もうプリップリに焼けてんだよね、この肉、やばいっしょ。とろっとろ、マジうまい。
うわうまいな、焦げてて。ベーコンだこっちは。もうね、この脂身とね、この焦げのところがうますぎて、ここいただきますね、ここ。一生食ってたい。ね、これこのプルプルした肉だけな。食った、やべえ、食いきれなかった。あの鶏、あの豚肉一ブロックは食ったんですけど、あの後もう一ブロック食えずに終わりました。やっぱ朝から脂もんはね、美味しいんだけど、やっぱ途中で飽きてくるね。でも最高に美味しかったです、めちゃめちゃ。やばい、本当なんかリアクション取れなかったんですけど、うまく食レポ、本当美味しすぎてやばかった。カレーもうまくいったし、本当なんかうまく組み合わさって、うまく歯車が、なんか脂身とあのカレーの辛さとね、ご飯のあの硬さ最高でしたね。ということで、プロターンズポイント、プロ100点。